茄子の浅漬けめんつゆわさびを作りました。いただきます。口に入れると時間差で味が変わります。わさびの風味、お酢の酸味、めんつゆ、しその香り、さっぱりと楽しめるお漬物です。ぜひ皆さんも作ってみてください。茄子の浅漬けポン酢ニンニクを作りました。いただきます。ニンニクが入ってますのでパンチのあるお漬物になってます。とっても美味しいです。皆さんもぜひ作ってみてください。
スの浅漬け白だし生姜を作りました。いただきます。薬味をいろいろ加えると彩りも綺麗で、茄子と一緒に食べるとより美味しいです。大葉を使ったり、鰹節をまぶしたり、お家にあるものでぜひアレンジして作ってみてください。今回の動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。ごちそうさまでした。